こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、ネガティブにならない復讐みたいな、そんなね、話をしようかなと思います。まあ、仕返しですかね。ネガティブにならない仕返しみたいなね、そんなね、話なんですけど、まあ、仕返しとかね、復讐っていうとね、なんかすごいね、ネガティブなね、イメージってないでしょうかね。まあ、例えばですけど、会社とかでね、まあ、上司とかに嫌味を言われたり、まあ、同僚にね、マウントを取られたりとかね、まあ、悪口を言われたりとか、そんなことがね、あった時に、まあ、なんとかね、したいっていうようなね、そんな気持ちあるかもしれません。まあ、社長とかね、まあ、上司にね、ガミ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 いつも言われてしまう。なんかね、すごくね、まあ、いつもね、こう、やるせない気持ちっていうかね、そんな風になって、なんかね、仕返しみたいなのしてやりたいとかね、まあ、復讐したいななんてね、そんな風にね、思ってる時に、まあ、本当にね、それをね、まあ、受け取って、それで、それをね、そのまま返すっていうの、ことっていうのはね、まあ、逆にね、こう悪口言ったり、まあ、それにね、対抗したりとか、自分がね、すごく落ち込んでるっていうものをね、まあ、もしかしたらね、そういう性格の悪い人だと、それを狙って、わざとね、そういうことをしているっていうことで、まあ、そういったね、ことをやられた時に、まあ、ね、まあ、すごく落ち込んだりね、逆にね、こう、反抗してくるっていうのはね、まあ、その人のね、思うツボっていうようなね、そんなところになって、またね、それでね、輪をかけて、どんどん、まあ、エスカレートしていってしまうみたいなね、そんなことにね、なりかねない。だからね、どういった復讐、仕返しをしてやればいいかって言ったらね、まあ、無視するっていうのもね、一つの手なんですけど、逆にね、そういったことがあった時に、まあ、笑顔でね、まあ、感謝をするっていうかね、そんなことをすると、向こう、やってきた人っていうのはね、こう、まあ、意表もつかれるっていうかね、それがね、逆に、向こうとしてはね、意図していない、まあ、反応になって、なんかね、こう、ギャフンと言わせられるみたいな、そんなことなんですよね。なのでね、もしね、何かね、まあ、こう、嫌味を言われたらね、笑顔でね、行こうって笑ってね、まあ、感謝をするっていうかね、ありがとうみたいな、そんなこと言ってくれてありがとうみたいな、逆にね、なんかね、お礼を言ってしまうみたいな、そんなことをね、するとね、なんかね、こう、嫌味をね、言いがいがなくなってしまって、結局ね、まあ、それがだんだん減っていくなんていうようなね、そんなことにね、なるようなので、まあ、そういったね、ことをね、言ってる人っていうのは、大体ね、まあ、なんかね、こう、落ち込んだりね、まあ、することをね、まあ、こう、狙ってはいないかもしれないですけどね、そういったところをね、見るのがね、逆にね、まあ、快感を得て、それで、何度もね、そういったことをね、してしまうみたいなね、そんな感じがあるので、そこをね、笑顔でね、ありがとうとかね、まあ、感謝したりとか、まあ、逆にね、その人にね、いいことしてあげたりね、すると、そういったものがね、減っていく。なんか、そんなことね、したくないよ、みたいに、そんな風にね、思うかもしれないんですけど、まあ、結構ね、そういったものでね、苦しんでいる人、まあ、上司からのね、なんか、パワハラみたいな、そんなものにね、いつも苦しんでいるようなね、方もね、いらっしゃるようなので、まあ、そういったことになった時に、本当にね、勉強になりました、ありがとうございました、みたいなね、そんな風にね、言う、しょぼーんとしてね、わかりました、気をつけます、みたいな、そんな感じではなくてね、あ、すごいね、勉強になりました、ありがとうございます、みたいな、教えてくださってありがとうございます、みたいな感じで終わった後にね、まあ、怒られてる最中にね、そういう風にね、笑顔でいるっていう、ヘラヘラしてるとね、また怒りをね、買ってしまうんで、終わった後に、本当にありがとうございましたってね、なんかね、笑顔でね、まあ、そういう風に言ってあげるとね、まあ、そういったね、こう、それをこう、怒ることで楽しんでるっていうか、なんかね、そういったような、まあ、本当にね、愛情、かけ
込めてこう叱ってくれてる人ならいいんですけど、叱るのをもう楽しんじゃってるような、そんなような人にはすごくね効果があるっていうようなね、そんなことですので、ぜひねそういうねやってもらいたいななんて思います。まあ自分ね、まあ学生時代、まあ中学校とかね、小中学校結構ね自分ってすごくね背が小さくてね、まあ前の方で本当にね男だか女だかわかんないなような様子だ、そんなね感じだったんですけど、まあ本当にね一歩間違えばねいじめのね対象になってしまっていた。まあ実際ね、あの不良グループのね一部になんかねトイレでね背負い投げ されたりとかね、そんなことをされた時に、もしね自分がねそこでね何すんだよみたいな感じとかね、やめろよみたいな、そんな感じで、もしねそこで対抗していたっていうかね、そんな風に言っていたら、もしかしたらね本当のいじめにね発展したんじゃないかななんて思うんですけど、自分はね、そこでねなんかこう自分本当にねそういう風にいじめられてるって思わなかった。まあ以前ね鈍感力っていうようなそんな話をしたことがあるんですけど、いじめられてるっていう風にね思わずに、なんかね相手にしてもらってて嬉しいみたいなね、あんまりねこう人とねこうコミュニケーション取るのが苦手だった自分をね相手にしてくれてるっていうようなね、そんなまあ気持ちでいて、なんかねニコニコしながらね、なんだよみたいなね、いうニコニコして、まあそのねこういじめをいじめまでね行かなかったんですけど、まあなのでね、ニコニコしていたから、なんかねだんだんそのね、まあいじめようとしていたことで仲良く結局ねなって、一緒に釣り行ったりねするまでのね仲になったっていうのは、そんなようなねこともありましたのでね、もしねそこで自分がね落ち込んだりね泣いたりわめいたり逆にねなんだよみたいな感じでね突っかかっていったら、もっとね大きなねいじめにね発展したんじゃないかななんて、そのことようなね経験もありますので、やっぱりねなんかそういったことをねまあやっていきたい人に対しては、まあ、笑顔っていうかね、笑顔で、まあ、感謝をするみたいな、そんな感謝なかなかねできないかもしれないですけど、笑顔でね、まあ、とりあえず笑顔で、それでね逆に何かね、まあ、感謝の気持ちを伝えたりとか、そのような、ね、ことをねしてあげるとね、そういったことがね減るっていうような、そんなことをねちょっと伝えたくて、まあ、復讐とかね、まあ、しかしなんて言うとねちょっとすごいネガティブなんですけど、まあ、相手にとってね本当に、まあ、悪口とかそういったのを言ってきた時っていうのは、結局はね、まあ、それに対して落ち込んだりなんかね反応してきたりっていうのをね楽しんでるみたいな、そんなようなね性格の悪い人には本当にね笑顔でね返すっていうのが復讐とかね仕返しになるっていうことで、なんかね笑顔でいれば、まあ、復讐とかね仕返しって言ってもね、なんかねいい、まあ、ポジティブなね仕返しなんじゃないかななんて、そんなことも思って、まあ、復讐とかね仕返しにポジティブネガティブ、まあ、ポジティブなね復讐って仕返しってないかもしれないんですけど、でもネガティブにはね全然ならないじゃないかななんて、そんなことも思ったので、ちょっと今日この話をしてみました。はい、ではね今日の話が良かったなって方はグッドボタン、またはチャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。